大岡駅前、大岡山駅前ご通行中の皆様、私は参院選に東京選挙区で立候補しております靴沢良二と申します。私は廃止すべきものとしてですね、外国人生活保護や憲法9条や外国人実習制度の廃止を求めております。9条廃止すべきと私が考えている理由は、9条では平和は守られないと考えるからであります。最近共産党さんは9条を生かした外交で平和を守るなんてことを言い出しておりましたけれども、9条を生かした外交で戦争にならないのでしたらば、世界中の国がそれやってるはずではありませんか。大体ですね、9条のない国に向かって9条を生かした外交なんて言っていても、なんだそれ言われるのがオチであります。9条そのものも外国人にこれを聞かせたならば、平和のために武力兵器なんだそりゃ、言われるに決まっております。ですので9条自体をなるべく早く廃止すべき、あるいは停止すべきと私は考えております。外国人生活保護をなくせと私が言う理由は、世界中でそんなことをやってるのが日本だけだからであります。れいわ新選組の山本太郎などは、外国人の生活を保護すれば日本のためになるなんてことを言ってるらしいですけれども、私はそうは思いません。こんなことが世界に知れ渡れば、世界中から怠け者で生活に困った外国人が日本に押し寄せてくることでしょう。山本太郎は外国人生活保護に賛成と言いつつですね、そんなに買うだったらおめんちで引き取れや、こう言うと決して引き取りません。やつらは税金で人助けをすることは大好きですが、自腹を切って人助けなんてことは絶対にしようといたしません。外国人実習制度をなくすべきと私が考える理由は、年間数千人単位で失踪者を出しているからであります。それらは不法滞在者となり、地下に潜り犯罪組織を形成いたします。現に群馬や栃木で農作物が盗まれたり家畜が盗まれたりしているではありませんか。それの窓口になっている外国人実習制度、法務省は不法滞在者が増えるだけなんだからやめてくんない、経産省や外務省になんで言わないのかな、不思議であります。不思議で不思議で仕方がありません。それとですね、財界は安い奴隷が欲しくて外国人実習制度を喜んで使っておりますけれども、どうですか、数十年後無理やり連れてこられて働かされたなんてことを言われてですね、謝罪と賠償しろなんて言われるのが目に見えております。今財界は
安い外国人の労働力を美味しく使っておりますが、数十年後の子孫のこと全く考えておりません。それとですね、外国人が増えて一定の割合に達しますと、必ず豚肉は給食で出さないでくれとかですね、土葬じゃないと天国に行けないなんていうクソめんどくせえことを言い出します。我々日本人の生活が外国人実習制度で輸入した安い労働力に左右されていいものでしょうか。年間数千人単位で失踪者を出し、一大社会不安となっている外国人実習制度はなくすべきであります。それで得するところにですね、日本ミャンマー人協会なんていう団体があるんですけれども、実はミャンマー人はその協会を通さないと日本に働きに来れません。そしてその日本ミャンマー人協会の理事に麻生太郎副総裁が名前を連ねております。これは自民党、外務省、経産省の一大利権となっておると思われますが、いかがでしょうか。今だけ、金だけ、俺だけ、このように考えて毎年何万人もの外国人労働者の輸入、数十年後に子孫に多大な迷惑かけますよ。これは自分のことだけ今だけ考えて未来の子孫に迷惑かけていいんでしょうか。ですので私は外国人実習制度はなくすべきと考えております。なくすべきは9条外国人実習制度、外国人生活保護であります。どれもこれも日本以外の国ではお目にかからないバカな制度、バカな憲法であります。こんなものを若者や子供に残せません。そのために我々おっさんたちが頑張って廃止を訴えなくてはいけません。9条はなくすべきであります。外国人生活保護もなくすべきであります。外国人実習制度もなくすべきであります。どん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 失踪した実習生が地下に潜り、それが何十万人何百万人となったとき、日本は滅びてしまいます。日本政府はひっくり返されてしまいます。そんなことは子孫のためにも許されることではありません。